もう渡辺さんこれやって乗って横断幕黄色い方。あ、いいです、ちょうどいいです、そのままそのまま。原子力空母が配備されて7年経って、それが新しいレーガンに変わると。で、まあ僕らはその単なる交代ではなくて、原子力空母が引き続きこの町に居座る、空母そのものはもう40年以上ずっと横須賀にいるわけで、原子力空母がまたこれから10年20年30年ずっとこの町にいるということに関しては、それはちょっとはい、分かりましたというわけにはいきます。幕を広げてもらえますか。時間に見えてきましたけど、どういう印象を持たれました？また来てしまったんだなと思います。どう考えたって人を殺す道具ですよね。しかもそれが原子力で動く。とりあえずぐるり見えるのはずっとそこまでが横須賀基地ですね、はい、で、あの高速道路が降りてきてるところは、これはもうそれから向こうは全部民間の住宅地です。本当にもうちょっと恐ろしい、見てるだけでも恐ろしいくらいで身震いしてしまいましたけれども、これは原子力発電所と匹敵するっていうふうに言われてます、そしてひとたび事故が起こったらみんな被爆してしまうんですね、ただでも人殺しの道具なのに、それに加えてなおそういう設備のものであるという、これは二重にも三重にもひどいことだな、本当に人の命をないがしろにしている、この上ないものではないかと思います。ジョージ・ワシントンも同じでしたけど、新たに配備されて、またこれがね、次の燃料交換まで10年近くあるんですが、まだ10年近くもこんな危険なものがね、我々の生活の場に配備されたということに、強い子もやっぱり憤りを感じますね。船でもって抗議したり、あるいは兵士に平和のアピールしますけど、同時に市民の皆さんにぜひ観光としての 軍艦じゃなくて、戦争をやるための武器としての軍艦ということで、平和船団に乗っていろいろ見ていただきたいと思いますね。アピールはもちろん抗議行動ということもあるんですけれども、主眼は
乗組員の皆さんに、なぜ私たちがこうやって船を出して抗議行動をしているのか、乗組員の兵士の皆さんは一体何だろうと、あまりよく分からないと思うんですよね。だからそこは丁寧になぜ反対するのか、原子力の問題、あるいは横須賀基地の出撃基地であるということの問題で、さらには例えばそのイラク戦争にしてもそうですけれども、たくさんの兵士が亡くなって、生きて帰った兵士も自ら命をその落とすというか自殺をするという、むしろ そちらの方が今多くなっていてですね、その全身配備ということは基本的にはその戦争を前提にする、その攻撃を前提としたそういう配備なんですね。だからこれをやめるということは乗組員の皆さんにとってもいいことのはずですと、で私たちはそういう思いで皆さんにアピールしてます。ぜひ皆さんの気持ちもその教えてくださいと、まあ、これからチラシ巻きをゲート前でするんですけれども、そこでは今日やった抗議行動の意味をもっと具体的に書いて、でそれを渡すということですね、はい。